Hatsuo, 国際空手道連盟極真会館最高顧問、首席師範七段である。1973年に開催された第5回全日本大会に初出場で優勝。第6回大会3位。1975年初めて行われた第1回世界大会では準優勝という実績を残した。集団突き、三日月蹴り、下段回し蹴りを得意とし、特に下段回し蹴りは伝説のローキックとして今でも語り継がれている。そんなロー山を初心を忘れず目的を貫徹するために血のにじみ出るような努力をして空手の精神を全うしようとする武道家と評した男がいる。極真空手の創始者、ロー山正達である。ね、足で蹴ってね、足の向こうすねで蹴ってね、3本も4本も折るんだよね。狼山支部長が、筑波大学行ってそれをテストしたら何か800キロだとか1トンだとか1000キロを超したっていうのよ。毎日そうだっていうならば牛の足を蹴って折ることができると思いますよ。狼山監督は、私は、ね、山の中に入ります。何も見せないで私は。それで出てきたのはね、下段回し蹴り。これ一発食ったらもうチャールズのね、あんなに大きい男がね、プラスいたんだからね。下段回し、まあそれはローキックになっちゃった。下段回し蹴り、これ強烈だったよ。狼山初男、光り輝く武の道の栄光を努力によって掴んだこの男も、挫折や苦労と無縁だったわけではない。むしろ苦痛と苦悩に満ちた試練の道であった。そして3人の偉大なる師との出会いが現在の狼山初男を築き上げたのである。狼山が初めて空手の門を叩いたのは高校1年の時である。大山道場、立教大学裏の古いバレエスタジオ跡に看板を掲げていたこの道場こそ後の極真会館である。1980年埼玉県支部長に就任して以来、狼山は川口市を拠点として埼玉県の各地域において現在も後進の指導育成に努めている。構えて、はい、拳をしっかり握るよ。はい、中段突き、右手をまっすぐ見て、はい、やれて、はい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 。空手にとって一番大事なことは礼に始まって礼に終わると言います。わかるか。礼をするときにいい加減な形で礼をしない。礼をするときにはきちっと十字を切ってきちっとあの礼をしてみるぞ。相手を尊敬する、そういった気持ちを礼に表せる。礼はきちっとするぞ。もう一度、はい、礼おお、はい、前屈下段払い、よーい、目はキョロキョロしない。下段払いというのは相手の蹴りを受けるという意味なんだぞ。下段払いというのは蹴ってくるの。そうそういう場合、いつも相手ね、前に敵を考える、敵を仮装するということが一番大事なんだ。わかるな。わかる。まずそこから始めよう。え、待て、中段を打ち切り、そう、まだまだ気を抜かない。その次は相手をね、受けた敵をすぐ突くという気持ち。前屈立ちだ。前屈立ちはできるだけ人よりも10センチ低くするという気持ちでやってみるぞ。
最後決めろ。腰を高くしない。ほらぼーっとするな、ぼーっと、一瞬でもぼーっとしないぞ。回っての号令は休めじゃないんだぞ。何をぼーっとしてんだ、一瞬でもぼーっとするな。後ろ足を曲げると叩くぞ。ほら、なんでまっすぐ伸ばさない、キョロキョロするな。ええほら、腰がフラ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 すんな。はい、3、まっすぐ、はい、待て。君は頭何がついてんだ、スマだらけじゃないか。何やってきたんだ一体、労働でもやってたのか、すごいな。はい、えい、えい、正確に逃げるようにするな。3で早く後ろ回ってみるぞ。3、はい、ロッキーや。